アーロンミンガラバ、お元気ですか皆さん。清岡です。今日もヤンゴンの自宅からお送りしております。今日はですね、午前中です。よく晴れております。それで自然光だけで撮っております。嫌なんですけどね、自然光で撮ると年が出るので。ですね、2ヶ月前から1万歩歩くことを毎日の日課に決めまして、ずっと歩いてて健康になりました。で、犬の散歩だけでだいたい1万歩歩きます。で、こういう YouTube の取材で他の場所に行くときはですね、犬の散歩5000歩ぐらいに抑えて、そして取材で5000歩以上歩くようにしています。今日はですね、自宅を出まして、いつも通り観音寺湖の南側の道を西側に歩いていきまして、それから大きな道路を越えましてね、ちょっと坂になってるいい感じのいい小道を歩きまして、そこが、シュエトゴンパゴダの南門に着きます。そして今日はですね、またずん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 歩いていきまして、西に向かって、で、ウイザヤ道路から南に下りまして、ぐるっとシエタゴンパゴダに戻ってきまして、また南門から自宅に戻ってきて、今日は1万263歩でした。結構いい汗かいて気持ちいいですね。その関東民公園がですね、去年の12月21日からまたちょっとクローズになりましてね、今入れないんですね。それでね、関東民公園っていうのはね、3つ名前があるんですよ。ハッピーワールド関東民公園、ウオッタマ公園っていうんですけれどもね、ハッピーワールドって言ったら一番タクシーの運転手さんが分かると思います。でね、関東民公園っていうのがですね、なんだ関東民って、1824年に1回目の英明戦争、英国とミャンマーの戦争がありまして、ずっと負け続けるわけですよ。1852年にヤンゴンが取られるんですね。で、その英国人がヤンゴンに1852年から入ってきます。それでね、その時代の英国植民地時代の本を読みますと、関東民ってよく出てくるんですよね。で、広東って言ったらなんか言葉の響きから中国の香港あたり、広東地方って言いますよね。あの広東なのかなとか思ってましたけれども、まあいろいろ調べますとですね、あそこの湖のことを広東ミンガラレイクって言うんですね。広東ミンガラが詰まって広東民になったんではなかろうかっていう、まあ私の考えなんですけれども、多分これが正しいと思ってます。まあ何でもですね、日本人、ヤンゴンに住んでる日本人が鍋のお店で、ホットポットって言いますか、鍋のお店で有名なシュエガウンっていうお店を、シュエカンシュエカンって言って、なんかシュエカンに集まるシュエカン会とかいうのもあるみたいですけど、そんな風に何でも外国人はね、言いにくかったりすると、長かったりすると縮めますよね。それで関東民ガラレイクのことを関東民って言って、まあこんな風に公園の名前で残ってるんだろうと思いますね。それからですね、このウオッタマ公園っていうのが実は正式な名前なんですけれども、多分ミャンマー人も誰も知らないと思います。ハッピーワールドか関東民、この2つですね。このウオッタマという方を僧侶なんですけれどもね、ちょっと調べてみました。ウオッタマは夜間院人です。1824年に初めて、英国とミャンマーが戦争して、初めて取られたのが夜間院とモーラミャインから南側なんですね。そこに生まれた人なんです。だから生まれた時から自分の国なのに、その上に英国人、イギリス人がいるという、ちょっとね、我慢ならないようなところに生まれたんですね。そして16歳の時に日露戦争で、大国ロシアを相手に日本が勝利するんですね。アジアのまた東の果ての小さな国が大国ロシアに勝ったって言って、すごい衝撃を受けるわけですよ。
おったま少年は、まあ、おったま僧侶に一人じゃないと思います。ベトナム、ラオス、カンボジアがフランス領、インドネシアはオランダ領でしたからね。マレーシアもイギリス領ではないでしょうか。まあ、インドが今のバングラディッシュ、パキスタンも含めてインド、そういう東南アジアとかアジアの人がびっくりしたんだと思いますよね。小さな日本という国が大国に勝ったっていうので、そしたらばどうしたら日本のようにヨーロッパの大国に勝てるのだろうかとおったま少年も思ったと思うんですね。それで日本のことを調べ出して、1914年にですね、日本国伝という本を書きます。これはですね、僧侶が書いた、まあ、その頃有名な僧侶になってましたからね、有名なお坊さんが書いた本っていうので多くのミャンマー人が読んだと思います。そしてその頃日本は軍国主義だから日本のことを褒めてくれたと言って、5回ほどですね、ウオッタマ僧侶を日本に呼んでるんですね。そういうわけでますます日本のことが好きになりました。でもオッタマはですね、中国の孫文博士も大好きなんですよ。その大好きな孫文博士の国、中国に日本が侵攻していく、なんか戦争が、中国と日本で戦争が始まる、そういうことでだん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 精神をやられてくるんですね。で、狂人のように街中を歩き回るような、もうかなりおかしくなってですね、最後1939年でヤンゴンで亡くなってしまうわけなんです。そういう、まあ、方だということが分かりました。その方がウ・オッタマと言いまして、オッタマ公園の名前に、正式な名前についております。今日はですね、広東民公園を写真ですが、動画にしてみました。お楽しみください。ミャーン。はい、今日も犬と一緒にですね、朝早くから散歩に出ました。いつも通り関東寺湖の南側の道を通って、ここシュエタゴンパゴダの南門まで来ました。シュエタゴンパゴダはですね、シュエティゴンパゴダという別の呼び方もあるんですけれども、昔モン族がこのヤンゴンの町をダゴンって呼んでました。その名前が入ったシュエダゴンパゴダという名前が好きなので、こちらを使っています。何回もね、シュエタゴンパゴダ写真撮ったんですけれども、なんか散歩している人が、あ、何人もここで撮ってるなっていうポイントから撮影したらしっかり撮れましたね。いつもはシュエタゴンパゴダ通りの方から撮ってたんですけれども、前のなんか金のね、屋根がたくさんあるのが邪魔で撮れなかったんですが、ポイントが分かりました。今日はですね、広東民公園を、広東民公園には名前が3つあるっていう話は先にしましたね。白い白鳥の足漕ぎボートで有名な公園です。私もですね、犬との散歩コースに広東民公園を加えたのは実は2ヶ月ほど前で、それまではですね、2回ぐらいしか来たことがないんですね。1回目は田舎から来た子どもたちをハッピーワールドっていう遊園地の方に案内しましてね、幽霊列車っていう汽車に乗せたんです。幽霊屋敷みたいなもんですけれどもね、喜んでました、子どもたちは。2回目にこの公園に来たのは入り口にあるこの喫茶店でした。もうヤンゴン外国語大学を修了して10年以上経ってたと思うんですけれども、一番授業の時間が多かった女の先生から泣きながら電話があったんですね。というのは地方の大学の助教授になられてたんですけれども、病院の検査でがんの疑いがあると言われて、泣きながら電話がかかってきたんですね。そしてヤンゴンで再検査したらがんではなかったっていうので、この喫茶店で2人でお祝いをした思い出があります。今はチンの方の大学でですね、教授になられてます。立派に出世されてますね。公園の中央に東屋があります。その向こうに見える建築中の建物はホテル大倉です。まあオープンしたらヤンゴン一のホテルになるんではないでしょうか。シュエタゴンパゴダも見えてますね。パゴダの南側がこの公園です。
そんなに大きな公園ではありませんが、とても素敵な公園です。シラサギも遊んでますね。たくさんの鳥なんかも見受けられますし、公園の中にある散歩道をたくさんの人がウォーキングされてます。それから、まあ、バドミントンとかね、いろんな遊びもやってる人たちも多くて、でも残念ながら12月21日からまた閉鎖されましたので今は入れません。この間はリスも見ました。そしてですね、この木はですね、ニャンピンと言いまして、インド菩提樹です。お釈迦様がこの木の下で悟りを開いたというので、お寺とかパゴダ、そして公園などにたくさん植えられていますね。とてもなんか面白い形をして、とてもね、絵になる木で、私も何度かこのニャンピンをですね、絵に描いたことがあります。何度か公園に入るうちに、あれ、もしかしたらと思い出しまして、確かここに写真館があったはずだと思い出しましてね、係の青年に聞いたんです。そしたら、一番奥の池の縁に写真館があるって言って行きましたら、白い建物の写真館がまだありました。美容の本を出版するにあたって、ここで表紙の撮影をしたんです。2008年に4、5軒美容室をオープンしたんですね。その宣伝も兼ねて本を出版いたしました。美容室はですね、もう5、6年前に全部頑張ってたマネージャーをやってた人たちにあげて、今もですね、このコロナ禍の中3軒ぐらい頑張ってやってます。それで、表紙をね、務めてくれた、モデルを務めてくれたあの日本女性はですね、この間ご一緒に昼食をとったんですけれども、今もとても綺麗でしたね。はい、出口が近づいてきました。人気の白鳥のボートが、ハッピーワールドが営業できない状態ですので、陸揚げされてかわいそうな姿ですね。早く元通りの公園に戻ってほしいです。はい、次にミャンマーのガンダムでしょうか。心なしか彼も寂しそうです。はい、楽しんでいただけましたか。今回は広東民公園をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。